時間になりましたので子どもの森づくりフォーラム in 埼玉を開会します本日司会を務めさせていただく2023ミス日本緑の大使上村さやかです現在慶応義塾大学大学院にて学びながらギターを弾いてシンガーソングライターラジオパーソナリティを目指しております 今年はミス日本緑の大使として国産木材ギターを使い森林ソングを作詞作曲オリジナル曲を日本全国で歌わせていただいております皆様本日はどうぞよろしくお願いいたします開会,会にあたりフォーラムの主催者 およびご来賓からのご挨拶をいただきたいと思いますまずは本フォーラム実行委員長である公益社団法人国土緑化推進機構専務理事沖修司よりご挨拶申し上げます ただいまご紹介いただきました国土力化推進機構専務理事の沖でございます実行委員会を代表いたしまして一言ご挨拶を申し上げます本日は子どもの森づくりフォーラムに県内外から多くの皆様にお集まりいただきまして誠にありがとうございますまた日頃より緑の募金などを通じまして国土力化運動にご支援ご協力を賜り改めて御礼を申し上げたいと思います さてこのフォーラムですが令和7年に埼玉県で開催されます第75回全国植樹祭の関連事業プレイベントとして子どもと森づくりをテーマに秩父宮記念市民会館をメイン会場に全国初の取り組みをスタートさせます。埼玉県はは南西西部は古くからら川沢の産出市として知られて知れおり特に 江戸明治以降西川林業として栄え現在も西川材の供給を通じて人と森の関係が続いております一方戦後以降の高度化複雑化する社会経済状況の中で私たちと森との関係は分断され特に子どもたちが体得すべき森の体験が休迫となって生きる力を得る機会が喪失しているように思います 埼玉県には経済の中心であり多くの人々が暮らす都市と幸にも多くの森が残されている農産村が損しておりますそうした意味においては埼玉県は子どもたちが森との関係を再構築し生きる力を身につける可能性を秘めた絶好の地にあるといえます本日は大変お忙しい中基調講演に東京大学名誉教授の 塩先生にお越しいただきました御礼申し上げたたいいと思まますまたパネルディスカッションのコーディネーターの東京農業大学名誉教授の宮林先生と秋草学園短期大学准教授の北澤先生をはじめ発表をいただく石田先生丸山先生吉田先生萩原先生長野県の浅見様埼玉県の浅海様にはどうぞよろしくお願いいたします。 国土緑化推進機構では、全国植樹祭の開催を契機に、子どもと森づくりに着目した運動を推進していくこととしております。皆様方の引き続きのご支援、ご協力をお願いいたします。結びに、このフォーラムの開催にご尽力いただきました埼玉県、秩父市、小鹿野町をはじめ、関係者の皆様に御礼を申し上げ、私の挨拶といたします。ありがとうございました。

えー、ただいまご紹介いただきました地元の市長の北堀でございます。えー、本日は、えー、子どもの本森づくりフォーラム in 埼玉、本当にあの県内外からですね、えー、お越しいただきまして、誠にありがとうございます。この催し物はですね、皆さんご承知の通り、えー、2025・令和7年、えー、全国植樹祭の埼玉県主催によります第75回の、 食事祭のその一環でございますそしてまたこのフォーラムにですね県議会から立石議長さんにもお越しをいただいております立石議長さんは私も県議会の時にですねお合いがございまして大変あの立派な方でございましてわざわざ今日のこのフォーラムにですね足を運んでいただき花を添えていただきました心からお礼を申し上げたいというふうに思います。またあの今日は 皆さんが本当にあの森林の大切さ、そしてまた森が育む子どもたちの教育、まさにあの私たちが小さい頃はですね、森が自然の中にあって、そしてまた神社やそしてまたお寺や境内、そしてまた山の中で遊んだ記憶がございます。特に今の時代によりまして、森の大切さ、そしてまた気候変動っていうのが大きく変わってまいりまして。 皆さんはなかなかわからない方もいらっしゃると思いますが森ダムっていう言葉もございまして森の中にですね山の中に水が伏流水が,が含んでいただきながら何十年もかけてですね川に出てきてそして今の現在の川が成り立っているというふうに思います、まあ、富士山も同じなんですね、まあ、そういう意味では本当にあの私たちが生きていく この水、これを育むためには、ですねやはり森林をきちんと整備していかなければいけないというふうに思います。そのためには、小さな幼児期から、そしてまた保育園、幼稚園の時代から、ですと、ね、きから子どもたちに森の大切さを教えていただきたい、そしてまた森を、この山間地域はご承知の通り、私ども秩父市は、ですね人口がだん,だん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 合併して、 7万3千人がほどいたんですが、今現在が6万人を切ってしまいました。一年間で約900人ぐらいからの人口が減ってるんですね。で将来どうなってしまうんだろうって思いまして、まあさまさにこの渋地,地域一市四町ありますが、それぞれ私ども渋市におきましては。 子どもの出生数がもう1年間で300人を切りましてまあ将来、この人口減少をどうやって止めていくのかあるいはあの東京の都市,都市部に住んでいらっしゃる方がですねぜひ、移住を進めていただきながらまた食料の自給率そして、またもう一つはですね私どもこの秩父市はこの4月から農林部を設置いたしまして 食料の安全ということを食の安全ということで有機農業にあるいはもうそういったオーガニックを取り組んでいこうということで今設置をさせていただいておりますやはりあの毎日毎日食料を食べるわけですから食を食べるわけですからできるだけ農薬のない食料を子どもたちにも給食として提供しそしてまた健全な肉体の中に よく健全な精神が宿るというふうに思いますがまあその食の安全ということをですね一つのキーワードとしてえ子どもたちにもまた地部地域の人たちにも提供していきたいそれにはやはり環境が大事ですこれはえーまだ今 CO2 の問題もございますし気候変動のももこともありますしこの森のこの気候変動の問題につきましては先ほど申し上げましたようにえ自然が 都市部の中ではあ二酸化炭素を本当にあの吸収することはできません。やはりあ山間地域の森が大変多くて、全国の中でも大変森林があることによって今空気が浄化されております。まああの平地林は都市部にありますが、まあそういう中ではですね、ぜひですね今日の塩見先生のご講演をいただきながら、また塩見先生につきましては。 幼稚園の保育学とか幼稚園の子どもたちの歯を組む中で、えー、健やかに育っていただきたいという研究を重ねていただきながら多くの全国の中でも今、えー、回っていただきながら多くの方々にその力説を説いていただいております今私たちがこの支部地域もですね本当にあの今何かをアクションを起こ,起こしていかないとやはりあのー これからの子供たちに負の遺産を残すことになりますのでできれば皆さんにも下流の方々にも上流の大切さの水源の大切さというものをですねそして森の大切さというものをですね特にご教授いただき教えていただきたいというふうに思います童話の中には常にいつも動物と森が出てくるんですねですからそういった中に子供たちの教育にぜひですねお力をいただきながら 今日1一日の時間ですが、ぜひ皆さんがこのフォーラムを通じていただきながら、何かを感じ取っていただいて、そしてまた次の世代へとつないでいただくことをお願いを申し上げたいというふうに思います。そしてまた、この令和7年、全国食事祭が、えー、まだまだと思いますが、もう時間は少なくなってまいりました。ぜひこの機運の情勢につきましても、皆さんお一人お一人が埼玉県の中で、 ぜひ、多くの方々に語り継いでいただいて、この埼玉県にこの食事祭を誘致し、そしてまた天皇皇后両陛下がお迎えをしながら、ですねこの森林の教育ができるように、ぜひお力添え賜りますように、お願いを申し上げながら、一言お願いと、今日ご出席いただきましたことにお礼を申し上げたいというふうに思いまますす本日は誠にありがとううございいいどうぞよろししくお願いいたします。 市長様ありがとうございました続きましてご来賓を代表して埼玉県県議会議長立石康博様,様よりご挨拶いただきます立石様よろしくお願いいたします皆さんこんにちは、えー、ただいまご紹介をいただきました 埼玉県議会議長の立石康弘でございます、えー、私は森がほとんどない川口市から本日、えー、こちらまでお邪魔をさせていただきました、えー、この会場には浅見賢治、えー、県議会議員さんもいらっしゃいますが県議会を代表いたしまして一言ご挨拶を申し上げさせていただきます令和七年に本県で開催される 全国食事祭は豊かな緑を県民全体で次の世代に引き継ぐという機運を高めるとともに埼玉県の豊かな自然や歴史文化等の魅力を全国に向けて発信する絶好の機会となります豊かな緑と日本三大引山祭りに数えられる秩父夜祭りや小賀の歌舞伎など多彩な文化や歴史などを有する秩父市 の町ででのの開催は大変意義深いものであると感じております本年2月の県議会定例会では地元の新井議員からの一般質問で全国植樹祭について質問がなされましたそこで確認されたことは今回の全国植樹,植樹祭を広く秩父地域の方々に認識していただきさらには秩父地域だけでなく 県内に広く参加意識を持っていただくことが重要だということでした埼玉県全体で機運を高めていることが大切でありますが本日本フォーラムが植樹祭関連事業として開催されますことはまさに県民の参加意識の向上につながるものであると考えております開催にご尽力されました関係者の皆様に心より感謝と敬意を申し上げます 全国植樹祭を成功させるとともに豊かな緑を次の世代に引き継いでいくためには多くの方のご理解とご協力が必要となります本日ご出席の皆様におかれましても引き続きご協力のほどどうぞよろしくお願いいたします県議会といたしましても緑豊かな県土づくりや子どもたちの健全育成に全力で取り組んでまいります私も 全国植樹祭埼玉県実行委員会の副会長として大会の成功に力を尽くしてまいる所存でございますむつびにご出席の皆様方のご健勝、ご多幸本フォーラムの大成功を心からご記念申し上げましてお祝いのご挨拶をさせていただきます本日はおめでとうございます 立石議長様ありがとうございました本日はご挨拶いただきました方々の他にもご臨席いただいておりますが時間の都合でご紹介のみとさせていただきますまずは実行委員から「小鹿野町,町長,長森慎太郎様」 引き続きご来賓をご紹介させていただきます埼玉県県議会議員浅見健治様はい本日はおめでとうございます <laughs> 秩父市市議会議長堀口義政様 小賀の町町議会議長加藤喜一様、はい、<手>皆様お忙しい中ご臨席いただきありがとうございました以上をもちまして開会式を終了させていただきますご臨席の皆様は順に ご席願います。なお、後ほど埼玉県大野知事様にもご挨拶いただける予定です。